衆院選でで全国でも注目される和歌山2区自民党は、引退した二階俊博元幹事長の後継として二階氏の三男、新光氏を公認。一方、裏金事件で党から処分を受けて離党した世耕弘重前参院幹事長が部所属で出馬し、白熱の戦いだ。家中の選挙区に10月20日朝、新興氏の応援のため石橋茂首相が姿を見せた。 和歌山県内では、昨年4月、衆院補選の応援に来た岸田文雄首相、当時に爆弾が投げつけられて爆発するテロがあった。さらにこの石破首相の和歌山来訪の前日、19日には、自民党本部に火炎瓶が投げつけられ、首相官邸手前のフェンスに、軽乗用車が突っ込む事件があったばかり。海南市の JR 南海駅前であった。 石破首相の演説会では厳重な警備体制が敷かれることになり、石破首相と聴衆の間には20メートル以上の空白地帯が設けられ、メディアが取材できる場所はさらに30メートルほど下がった位置だった。厳重な警備の下でマイクを握った石破首相は、こんな離れたところから喋るのは好きじゃない。と言いながら、あらゆることに公平。 公正、謙虚な政治。自民党を取り戻す。と、裏金からの脱却を主張したが、10秒ほど触れただけで、聴衆の反応は鈍かった。首相来訪でも聴衆は300人ほど。この日、自民党和歌山県連は、石破首相が応援に来るとあって、千人動員を目指して人を集めたという。しかし、日曜の朝という時間帯もあってか、 実際に集まっったたののはその3割ほどだった人が集まらないのは和歌山2区の情勢にも起因しているようだこの地域は当選13回を誇る2回元幹事長が長く地盤としていた一方の世耕氏は参院和歌山選挙区で当選5回経済産業省や参院幹事長などを務めてきた大物これまでも 衆院への蔵替えを模索してきた世耕氏だが、二階氏が、裏金事件の責任を取る形で引退し、新興氏を後継に立てたタイミングを好機と見て、勝負に出た。自民党は、新興氏を早々に公認し、手厚くサポートしている。一方の世耕氏は安倍派後陣衆の一人として、裏金事件で処分を受けて離党し、無所属での出馬だ。このため当初は、新耕氏には世襲批判はあるものの、 世耕氏と接戦になるのではという見方が多かっただが自民党やメディアの情勢調査が出てくると世耕氏が大幅にリードしている状況だった二階王国と呼ばれた和歌山2区では政権交代かとささやかれている情勢調査の数字は驚きや石破首相の応援演説の前座として鶴保洋介元沖縄北方担当省が2回 新興市の選対委員長として挨拶に立とうとしたとき、施工選対。と地元の市議が言い間違えるハプニング。鶴穂氏は、それほど施工師は縁が深い方。ずっと仲良くやってきて、二階氏が自民党公認で出馬が決まっているのに、その後に出てくる。全く大義がない。とフォローしつつ、施工師には、 私が直接、候補者が決まっていない、和歌山一区から出ればと言いました。しかし、断ってきた。と、恨み節を披露。続いて、候補者の新公子も、選挙で走っているとあちこちで、私と相手方のポスターが並んで貼ってある。残念な気持ちでいっぱいだ。と、世公子を意識した発言を続けた。 自民党としては、公認候補に反旗を翻した施工士に敗れるわけに、いかない。和歌山2区には、石破首相に続き、森山博幹事長も入って2カ所で応援。小渕優子組織運動本部長や野田聖子、元総務省らも入った。二階市の有力講演者がこう打ち明ける。情勢調査の数字は驚きや、 選挙直前に出馬表明した世耕氏が、ここまで勝っているとは思わなかった。世耕氏は離党して、無所属なので、お金も自前、政権放送もプロフィール紹介程度しかない。こちらは、容易周到に戦える準備をしていたんだが、事務所のため書きは二階氏が圧倒。確かに、二階氏の御坊氏の選挙事務所に入ると、圧倒的な組織力を感じる。 壁から天井にまで必勝祈願のため書きがうなるように貼られていて、真ん中には大きく。祈り必勝元自由民主党幹事長二階敏弘。という父、敏弘氏のため書きがあった。それを挟むように、石破首相や和歌山県の岸本周平知事のため書きが、並び、林義正官房長官や三原淳子、少子化担当省のものはスペースがなかったのか。 天井の方に貼られていた。各種団体の推薦状なども大量に並べられている。組織力では、世耕士を圧倒しているのが見て取れる。二冠箱で作った台上で演説。一方の世耕士の陣営には派手なものはない。世耕士の出陣式は、海南市の小さな会社の敷地で行われた。選挙事務所に、タメ書きは10枚ほど貼られているだけで、国会議員は安倍派だった。 高木敬前衆院議員のものしか見当たらなかった世耕氏の集会には約300人の支援者が集まり3つのみかん箱を連結した台に乗った世耕氏は裏金の問題に触れ大失敗した申し訳ないと頭を下げた続けて裏金に関係した議員の中では最も重い離党という判断を 黙って、言い訳もせず受けた。無所属の議員となって、裸一貫で活動している。大きな企業、団体から、ドーンというような票はありません。積み重ねるだけ。と訴えた。支援者から、世耕先生が、総理大臣を目指していいですか。と声が出ると、大きな拍手が湧き、世耕氏は破ん一生。 その傍らには、元民主党参院議員で妻の林久美子氏が、ワイフ、妻という白たすきをかけて、ずっと寄り添った。世耕氏が有権者と握手でスキンシップを始めると、久美子氏が周囲を見回して、広重さん、あちらにも。と、息のあった、内助の子を見せていた。明恵夫人が、主人の魂が残っている。21日には、 安倍晋三元首相の昭恵夫人が世耕氏の応援に駆けつけ、世耕ちゃんのところへ行ってあげてと主人が言っていると思う。と安倍派の幹部だった世耕氏を応援。世耕氏は安倍元首相と靴のサイズが全く同じといい、選挙戦では、形見としてもらった靴を履いているという、昭恵夫人は、主人の魂がこの靴の中にも残っている。 と言って支援を訴えた連立与党の公明党は自主投票を決め、2回市に推薦を出していない。だが、世耕氏は情勢調査の結果も見て余裕が出たのか、10月20日の演説では、こんなことを口にした。正直に皆さんに言います。比例は公明党に入れてあげてください。公明党さんとは連携しており、戦略的なこともあります。 あったかも公明党と密約があるかのような口ぶりだ。姿を見せない敏広氏は動くのか。世耕氏を支援している地元市議は、二階俊弘氏は公明党が推薦してくれないことを、カンカンに怒っているそうだ。情勢も厳しく、企業や団体などにきつく、締め付けをしているが逆効果になっているとも聞かれる。新耕氏が敏広氏の秘書を10年以上もやって、 裏金のことは何も知らんとばかりに選挙をしていることにも反発が強い。世耕氏は裏金のことを最初に謝罪して演説に入っている姿勢が、ええー、わという有権者が多い。と、裏事情を打ち明ける。一方、和歌山県町村会の会長で、新耕氏を最初から押してきた久度山町の岡本明町長は、 これまでお父さんの年博氏は始まる前から当選確実という選挙ばかりだった。保守が割れ、接戦になるような選挙は最近なかった。年博氏は、よう知っているが、新興君って誰という感じの有権者もかなりいる。知名度で負けているのが、情勢調査に出ているのかな。世耕氏は、もう衆院選で分かったような雰囲気だが、裏金事件が今も問題になっているのに、 おかしいでしょう。自分のことばかりだ。と憤慨する。石破首相が、新興師の応援でマイクを握っていたとき、父の年宏氏は会場に姿を見せなかった。体調不安説も流れる年宏氏だが、和歌山県議の一人はこう話す。このまま行けば、世耕氏は勝てるでしょう。新興師は比例復活も危うい情勢です。ただ、 広氏が何らか動き出した時何かがが起きる気がします二階王国の危機に年広氏の秘策はあるのだろうか和歌山2区では他にいずれも新顔で立憲民主党の進歩有子氏共産党の楠本文雄諸派の高橋英明氏が立候補している。